皆様方には農業のリーダーとして、それぞれの自治体における農業行政の推進、そしてまた農業振興のため大変のご尽力をいただいていることに心より感謝を申し上げる次第でございます。先ほども高齢の賞をさせていただきました。自然と共生する豊かな地域社会の創造、その創造を目指してこうして皆さんが一堂に会し、そしてまたそのことを確認し、するこの機会ということで、本当に意味深いものがあるということで大変のご苦労様でございます。また心よりお祝いを申し上げる次第でございます。今宮内庁の方からあるお話がございました。農業を取り巻く情勢というのはいつも厳しい厳しいという言葉をずっと聞き続けてきたような気がします。小作放棄地の問題であったり、担い手の問題であったり、高齢化の問題であったりという、根本的な解決問題というのは非常に多いし、昨今ではまた鳥獣被害といったですね、有害鳥獣被害といった問題も発生をして、本当にご苦労をされておられるわけであります。そこに加えてこの円安による製造原価の値上がりといいますか、なかなか製品に転換がしきれない、さらにはお話にあったように TPP の問題という、皆さんは本当に悩み、ご苦労が絶えないと思います。大変だ、大変だと言いながら、今がひょっとすると一番本当の意味で岐路に立たされているような感じがしているわけでございます。TPP に関しては、皆さん方のここの努力で克服できる話ではないというふうに思っておりますので、これはまさに国が責任を持ってですね、日本農業をどうするかということを真剣に、追求していっていただかなければならないなというふうに思いますけれども、これまでも厳しいところを農家の皆さんがそれぞれこう工夫、創意工夫をしながらですね、またその時々に合わせて柔軟に対応をされてきた、そのことが今日の日本農業を支えておられることにつながっているわけでございますので、ぜひこの厳しい現状に負けることなくですね、からも地域を支えるという、そういうお気持ちで、頑張っていただければ、そしてまた、我々もそういった皆さん方の努力にどう応えるべきか、真剣に考えながらですね、勉強を交わしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。一言だけですね、先ほど放射能の原発事故の話にはございました。ようやく沈静化したから、また軽橋でもいろいろ検査をしておりますけれども、このところ基準値を超えるものは全くここのところはずっと出てないんでありますけれども、そういう意味では安心安全というものは確保されてきているというふうに思ってますし、沈静化したなというふうに思ってます。ただ新聞等も賑わしておりますけれども、放射性廃棄物の保管最終処分場、処分場ですね、この問題が最近急速にこの栃木県もですね、課題として浮上いたしました。国との協議も何回かですね、市長、町長集まって県を挟んでですね、いろいろやり取りをしておりますけれども、入り口のところで全く進んでおりません。私はやっぱりいろいろ語弊があると思います、いろいろ批判もあると思いますけれども、やっぱり重点なんていうんですか、避難地域でもう5年以上戻ることができないという地域が現実にあるわけであります。5年以上ということは先が全く見通しが立たない中で、そこの人たちはむしろ避難先で大変困っておられるわけです。そこに家もあり土地もあり、しかし戻ることができない、避難生活をしていればやっぱりそこに定着をしていくということになれば、じゃあ5年後10年後本当に戻れるかっていう話になると、私はほとんど難しい話だろうと実際思っているんです。早く土地を買い上げて、蹴りをつけて、新しいところでしっかりとこう生活の基盤を築いていただくことがむしろ親切なやり方だというふうに思っておりますので、やっぱり福島に大変でも福島の方に理解をいただいて、そう戻すべきじゃないかというのが、私はそういうふうに申し上げているんでありますけども、なかなかやっぱり、国もですねそれはないという言い方の一点まででして、各首長いろいろそのことを言ってもですね、なかなか話が進展をしておりません。隣に座ったある首長に どうですかっつったら、いいんだ、決まったらうちは反対するだけだからって一言でした。そのような状態でですね、これは全く今のところ先が見えないんでありますけれども、いずれにしてもしかしその今のまま仮置きがいつまでもできるわけではございませんので、これからそのどういうふうな解決策でいくかということが真剣にかなり熱い議論が展開されるというふうに思っておりますけれども、ぜひ私が言った趣旨も一つご理解をいただいてですね、今後ともそういうことを主張をしながら、やっぱり国がもう一回福島としっかり話ができるような環境づくりというか、逆に言えば後を押すことによって動きやすい体制もできてくるというふうに思
ておりますので、まあ、そんなことを意識をしながらですね、行動させていただければというふうに思っております。今後ともですね、それぞれの地域に合った農業の推進ということで、施策、農業施策を掲げながら各地事業を展開してまいりたいと思いますので、皆様には引き続き農村、そして、農業を守るためにですね、ご努力お願い申し上げ、この総代会がですね、身の安全になることを心からご記念申し上げまして、挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。